とうございます。かなめさんが出られているタイムスクープハンターは学校の授業の一環として見ています。おお、うん、みたいですね。そういう声たくさんあります。とても面白くて歴史が好きになりました。ところで質問があるんですが、タイムスクープハンターでは素早いアクションシーンや難しいセリフなどをどのようにして覚えてらっしゃるんでしょうか、教えてください。まあ不満は福山先生と共にかっこいいの知ってるから、その姿を、あ、そうか、今日はラジオだからってことですね、拝めないこと、それにつきますけれどもと、うん、難しいセリフ、素早いアクションシーンなどどのようにして覚えてらっしゃるんでしょうかという。もちろん台本はねあるんですけども、はい、一応こうフェイクドキュメンタリーの手を取ってますので、うん、ある程度はね、うん、ドキュメンタリーアドリブが多いんですよ。え、そうなの？はい。だから、うん、リハーサルもやらないんですし、もうおはようございますとこう役者同士が顔合わせて、うん、用意スタート本番なんですよね。へえ。え、でもその向こうサイドは決まってるでしょ？ある程度やることが。うん、ある程度多分要はその時代の過去の人たちはもちろんです。台本はもちろんありまして、ね、読み合わせも多分やられてると思うんですけども、うん、その現場に入ってまた実際こう動きが変わってきたりとか、うんうんうん、なんかあるじゃないですか、うん、そういうことに関してはドキュメンタリーでこうもう自由に動いてもらって構いませんと。カメラマンもいるんですけど、うん、実際にこう、あ、そうか、役者がどう動くかっていうのは、そういうことか、はい、逆にだから決めちゃうとみんなが決めになって はめに行っちゃうから、そうなんです、ね、ドキュメンタリーっぽく映す側もドキュメンタリーっぽくならないんだね、そのブレ感も含め映り感も含めね。 なるほど、はい、その撮影方法なんで、パッとこう、まあ、僕のセリフ、例えば状況説明したりとかですね、あ、今大丈夫ですか、何がありましたとかっていうのは、うん、割とアドリブなものが多い、はいはい、その時にカメラマンがどっちに振ってんのかっていうのもじゃあ分かんないわけだよね。カナメサイドに振る場合もあれば、はい、時代側の方に振る場合もあれば、ね、周りの実景撮ったりとか、はい、物撮ったりとかっていう、はいはい、なるほど、はい、もういよいよサイドで回すと割らないのでカット、楽しそうじゃんか楽しいんです。ということはさ、2008年からやってるということは、そのやり方を最初からやってるわけ、これタイムスクープハンターっていうのは。そうですね、はい、いかにドキュメンタリーっぽく撮るかっていうの、ね、ということは龍馬伝に入った時もやりやすかったんじゃないの、ね、逆に僕はもう非常にやりやすかったですだよね、はい、だから龍馬伝のコンセプトっていうのは、うん、大友監督曰く幕末生中継っていうのがコンセプトだったわけです幕末を生中継するそうですね、言ってるとなんかすごいですね、まあ、ちょっと時空がねじ曲がってますけども、でもタイムスクープハンターも時空ねじ曲がってますから、そうですね、これも本来その、ありえない話なんで、はいはい、でもそこでその過去にこうやって行って生中継ですよね、要するね、はい、その時代をね。そうですね、チームは変わってない、ま、変わってないんです、テレビシリーズからずっと同じチームで。だったらもうなおのことその難しい方に行っちゃうんじゃないの、自分たちでさらに面白いトライアルしようみたいな感じで。そうですね、だから欲求が、うん、やっぱりどんどん出てきますから、ビジュアルの面であったりとか、まあでもようやくこう完成形じゃないんですけど、まあなんていうかスムーズに現場が行くようになったかなという5年。照明音声が映り込んでも OK なんだっけ。照明音声はいないんです。いないんだ。はい、カメラ一つなんですね、っていう体でなってんだね。じゃあね、本当に戦場に向かうジャーナリストの人のスタイル。ああ、そうか、現場を生中継するとそうですもんね、じじ照明とか作らないですよ、ね、作らないですよ。だからカメラマン、監督、僕、基本的にはこの3人で動いてるんですね、うん、ああ、じゃあ音の拾いはカメラマイクなんです。カメラマイクと、まあ一応仕込むでしょ。仕込まないんですよ。ピンやん、あ、仕込まないの。そう、聞こえなかったら字幕入れちゃうんで。あ、そうなんだ。そこもこだわってんだ。そうなんですよ。すげえ。そうなんですよ。だから、早いんですよね。撮るのもすっごく早くて。一日、一応あれですけど、一日一本ぐらい撮っちゃうんですよ。それ、いいね。いや、違う、どの点がいい。違う、速さうんぬんのことじゃなくて、要はほら、ドキュメンタリーを、また架空の設定でさらにドキュメンタリーで撮るというその二重構造だからさ、だから役者の技量も当然試されるし、でもやっぱこれをやると逆にさ、普通のやつやってる時になんかもっと自由にやりたいなっていう欲求の方が強くなんない？だからもう違う仕事してると思ってます僕は。まあ頭の切り替えが
ああそうだよね、言っちゃうとね、うん、いやもうそんないいじゃんっていうことになっちゃうしね、なっちゃうんで、ね、うん、違う仕事をしてると、これはもうこれだけのなんか独立の仕事してると、うん、それはまあ福山さんもおっしゃってましたもんね、その、うん、まあだからいろんなと撮影方法ってのはもちろんあるからね、うんうん、それはまああれなんだけども、うん、でしかもこれさ、やっぱり何がいいかって2008年から続いていて5年経ってこれが劇場公開されるっていうことはさ、これ全然そのテレビシリーズがなくね、テレビシリーズ全くなくタイムスクープハンターっていうことで始まったらとんでも設定なわけですよ、これ。まあまあそうですね。え、どうしたら金目順、どうしたら何やりたいのみたいな感じで。なるけれども、しか、あの、ずっと5年間の蓄積があって、で、しかもチームとしての、その、蓄積、金目自身のその役者としてのその蓄積。で、もう完全にこれ自分のものになってるわけだから、この役柄がね、その、金目演じるこれ名前は沢島でしょ、沢島完全に自分のものになってるから、うん、でそしかもそういう取り方でやってるとどん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 多分金目自身がこういうアプローチしてみようかな、こういうアプローチしてみようかなみたいなこといっぱい自分で入れてきちゃうんだと思うの、うん、コントロールしちゃう、うん、逆にコントロールできちゃうからもっとコントロールできないことをやってみようかなとか、そういうのをいっぱいやって完成形として完成度の高い沢島でいきなり劇場で公開してるから、多分初めて見た人も、全く違和感なくこのタイムスクープハンターという作品の世界観に入れると思うんだよね。これがいきなりタイムスクープハンターという映画を撮りましょうっつって過去の5年間がなく映画撮ったら、ちょっとなんかどうしたっていうまずついていけないかもしれない。見る側が。どんな設定ですもんね、これね。見る側がね。でもちゃんとあるから。確かに。これいいな。しかも、だってさ、設定変えれば何だってできるじゃん、これ。そうなんです。おいしいやん。これ、事務所もおいしいやん、これ。